マックブックエア r スパードライブスパードライブはアップルがパーソナルコンピュータマッキントッシュに搭載されているディスクドライブに対してつけている故障である。マッキントッシュ SE の後期型およびマッキントッシュ X 以降パワーマッキントッシュ G3 までマッキントッシュ本体に内蔵されたフロッピーディスクドライブをスパードライブと故障していた。これは マッキントッシュ以来の 800KB 対応フロッピーディスクドライブから 2HD 対応に変更したため FDHD ドライブのマーケティング上の故障であると考えられる。マッキントッシュに搭載されている CD と DVD の両方の読み込み書き込みに対応した光学ドライブ、または自社が開発、販売を行っている外付け光学ドライブに対してスパードライブと故障している。2001年に パイオニア製の DVD-RW ドライブを PowerMac G4 ディジタルオーディオの 733MHz モデルにのみ搭載し発売した。その後続くクイキシルバーでは上位2機種へと搭載が拡大され、2002年に登場した iMac G4800MHz モデルにも搭載された。スロットローディングの DVD-RW ドライブが 松下久志電子から発売された2003年には、ノート型 Mac として、初めてスパードライブが PowerBook G41 GHz モデルに搭載されている。残る iBook も2004年のアップデートで、最上位機種に、スパードライブが搭載された。その後、薄型の MacBook Air を端緒として、2010年代、中盤以降に発表された機種において、 高額ドライブを搭載しないマシンが増えた。これら高額ドライブ非搭載のマシン向けに USB で接続される外付け高額ドライブが提供されており、こちらもスパードライブという商品名が付けられている。アップルストアにおいて最後まで販売継続していたスパードライブ搭載モデルは2012年6月11日発売の MacBook p r o 十三インチモデルであったが、 2016年10月27日に販売終了し、搭載モデルはすべて姿を消した。ありがとうございます。